この度新日本プロレスの数少ない旗揚げメンバーでいぶし銀の名で長年にわたり活躍されました木戸治さんがお亡くなりになりました。きっと今頃師匠のカールゴチさんと天国で再会していると思います。私と木戸治さんは2000年に一度新日本プロレスの道場でお会いしました。その時の貴重なツーショット写真がありますので今からお見せします。謹んでご冥福をお祈り申し上げます。プロレス王子の水本です。今阪急豊中駅前にやってまいりました。さあここ阪急豊中駅からねもう徒歩多分5分ぐらいのところにもね一軒お目当てのお店があるんですよ。あの中華料理担々麺がね有名になった黒木亭。99年の5月に放送されてから21年が経ちますね。あの愛知県豊橋市の方にはい修行に来ました。そうですね、あのご主人ね当時四川料理でしたっけ、あれ中華料理は四川料理はちょっとあの辛かったのでね若い人向けにしか考えてないんじゃないかってちょっと貧乏状況でも言い合ってましたね。でもその後ね修行を終えて番組放送して再オープン後は結構評判が良かったらしいじゃないですか。だからちょっと僕も今日その担々麺当時の担々麺を目当てに食べに来ました。さああれから21年後、もうまさにまあいつも言っているように愛の貧乏脱出作戦のその後ではなくてまたさらにその後ということでその後のその後ですよね。もう21年が経ってますから。さあ直行してみますよ。目的地に近づきました。案内を終了します。ここまでの所要時間は8分です。運転お疲れ様でした。アイドリング時間の少ない運転でした。はじめまして、私は東京ランクタブ熊本と申しますけども、この辺なんか黒木亭ってお店あります？知りませんが。知らないですかね。ここ古いですか？古い そこまではなんですけど、なんでですか。黒木亭ってなんか中華料理屋があったんですよね。カニ屋さんはあったけど中華料理はない。あのすいません、愛の貧乏脱出大作戦って知ってます？知らない。知らないですか？昔のミノモンタさんの番組やってテレビでやったお店があったんですよ。多分この辺で今ないかもしれない。もうないじゃないかな。あのそこね、うん、そこの楽器屋さんが前そのなんか中華料理屋さん、黒木亭じゃないです。でもなんかテレビでやったとこはそこ。あ、そこでした。やっぱり、はい、あの番組見てました。はい、あ、見てました。僕は中学の時で毎週見てたんで東京からちょっと食べに来たんですけど。すいません、すいません、ちょっとあのお仕事してみます。ああ、そうですか。大変申し訳ございません。はい、すいません。ここって古いですかね。はい、あの、私、あの、東京関係に三本と申しまして、はい、なんか昔なんか愛の貧乏出してなさってたら黒木亭ってお店聞いたことないですか？うん。だからその黒木亭っていう中華料理屋が。探してはる。はい。昔、愛の貧乏脱出大作戦っていう番組でテレビだったんです。これに出たところはね、はい、私が知ってるのは、はい、この斜め前に担々麺の店。はい、そうです、そうです、担々麺。ああ、もう潰れた。いつ潰れました？だいぶ前、そんな。結構評判良かったんですか？良かったと思います。食べたことありますか？あります。あの、髪がなくてヒゲがボーボーって。わからないです。そこまで覚えてないけど、そこにあったけど、もうとっくに。あ、テレビでやったら結構いっぱい来てました、人。テレビやってたのは知らなかったんで。いいですか、ね、今食事。あ、わかりました。すいません。はい。すいません。ごめんください。ごめんください。あ、こんにちは。すいません、あのちょっと道聞きたいことがありまして、私あの東京から来ました水本と申しますけれども、この辺なんかあのそこにあったと思うんですけど。愛の貧乏脱出大作戦でテレビ放送した黒木亭っていうなんかあの担々麺のお店ありましたよね。ここ古いですか？ああ、担々麺中華料理屋さん。そうです。あの黒木亭。黒木亭。あのミノモンタさん司会の愛の貧乏脱出大作戦でテレビやったお店知ってます？もうなくなってる。ああ、行ったことあります？
いやー、うん、食べないってことありますよ。食べたことあります？あの餃子とかそういう中華料理でしょ。はい、うん、美味しかったです。いや、それがちょっとなんか問題があったかなんかでやめはったんですよ。あ、そうなんですか。僕はテレビで見てたんですよ、中学生の時に。あ、そう。で、うん、まあ、今日東京から来て食べに来たんですけど、なんかなくて、うん、まあ、ちょっと、そこの、楽器屋さんのところで。楽器屋さんで聞けば分かりますかね。どこ楽器屋さん。いやいや、そうそうですね。楽器屋さんに聞けば分かりますかね。何が。え、当時のこと。当時そのお店のこと。僕、お店気になるんですよね、やっぱあのテレビ見てたんで。うん、だから、その人辞めて、どっか勤めてはるわ、その店主。え、楽器屋さんは関係ないですよね。関係ない。だけどその楽器屋さんの前にやってはって、それでうまくいかなくなって、もうあのテレビ放されてからもうまくいかなくってやめはって、それで楽器屋さんになって、そのやってた人はどっか勤めてはるのか、それどっか分からない。近くに住んでるんですか。いや、それ分からない。分かんないですか。あ、ただ勤めてるってところまで誰かが聞いたんですか。うん、聞いたけどどこかは聞いてない。ああ、そうなんですか、うん、え、食べたことあった、美味しかったですか。美味しい、美味しいって、美味しいもんって食べてたけど、その餃子が手作りじゃなくして、なんかこうね、インスタントっていうか、うん、そんな感じだったり、市販のものを使って出してて、うん、そんな感じだったみたいな、うん、行ってる時は、いや、美味しいな、担々麺は知らないから、担々麺はちょっと記憶ないわ。あ、ただ餃子は美味しいなと思って食べてた。食べてたけれど、ただそれが市販のものだってのは分かった。そんなようなこと聞きましたよ。それで、ね、お客さんと喧嘩になったんですか。いや、喧嘩、それは聞いてない。いや、そのテレビ放映されて、あれなん違うかな、なんか修行に行ったはったでしょ、その行った、なんか愛知県の豊橋の方に住んでたんです。なんかね、なんか、うんうんうん、ちょっと体大きくてひげ生えてて、あの髪の毛結んでた、うんうんうん、髪の毛忘れたけど、ちょっとこうね、こう、うん、撮ってる人でね、うん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 、もうだいぶ前よね、中学生。僕がテレビで見たのは20年ぐらい前ですね。はい、今35歳ですから、うん、そんな何やと思うわ。うんうんうん、だからどこに住んではる、どうしてはるかはちょっとわからない。残念よ ね、変わりましたもん、ここら辺も。あ、全然、うん、変わってる。うちの店が一番古いぐらい。あ、ここは一番古いです、ね、もう46、7年。うん、そう。じゃあ、あの店主さんと話したことはないですね。あります、あります、あります、あります。いい人です。いい人よ。よくここ買いに来たりしました。あんまり、あんまり来ない。使ってなかったの。あ、じゃあちょうどそういう業者とかちゃんとあったんですか。いや、それも知らんね、そこまでは。いや、ちゃんとほら、取り寄せてた業者とか。あ、でしょうね、でしょうね。うん、でもやっぱ時々なんか足りないとか、何かあった時は急遽買いに来たりとか。いやいやいや、全然ない。全くない。うん、ただまあ、お客さんとして食べに行ったり。奥さんが食べに行ったり。そうそうそう。担々麺、記憶ないんですか。担々麺もあの頃、あの辛いの食べなかったから。あ、まあ、そうか、あれなんか辛かったですよ、なんか四川。あの、ちゃんぽんとか。ちゃんぽんとかぐらい、餃子、うん、餃子、それぐらいやね。あんま担々麺って近所、この辺の近所の人は食べなかったんですね、地元の人はね。うん、熊からね。うん、まあ、遠くから来た人とかは、ほら、番組を見たから、一回ぐらいは来たのかもしれないですけど。ただ結構なんかあれ、評判がいいようなことも書いてあったり、あとなんか、鳥うどんだか鳥そばだか、なんか、出してたような話も聞いたことあったんですけど。そうでしたか。ね、あの頃テレビをやってましたね、なんかあの番組、ね、就業して、そう、皆さんね、そう、うんうん、僕あの番組を本当に見てたんで、ちょっと残念でさ、ね、残念ね、とわざわざきはったのね、もうあれしてか放映されたから少しからなくなりましたよ。うまいこといかなかったか。2010年ぐらいさ、なくなったの。そんな時間記憶ない。ただもうほんの数年でなくなっちゃったんですか。うん、結構でもなんか評判が良かったから結構なんか惜しまれたって感じはありましたけどね。なったけどね、そんな長くなかったしはって。ああ、そうなんですか、うん、なんか誰か知り合いとかいないですかね、あの店主この辺で知ってる人とか、よくほら通ってた人とか。お客さんとか知り合いでいないですか。ちょっと話だけでも聞きたいですよね、せっかく僕東京来たから、東京から来たんで。わかんないですか。知らん間に山あったよ、感じも。はい、知らん間に、知らない間にやめた。やめちゃったんですか。わ、うん、かる。ちょっと最後楽器屋さんでもちょっと聞いてみます。そう、聞いてもらえたらね。わ、かりました。すいませんでした。はい。はい。どうもすいませんでした。はい。ここでプリンスニュース。さあ皆さん、あの年末にね、当初ね、サブチャンネルで配信する予定だったはずのね、あの男がね、急遽年末スペシャルのね、追加配信としてね、帰ってきますよ。
すぐ後ろに見えます、ここ。ここわかるでしょ、ここ、ここ。ここで修行した人ですよ。決まってるじゃん。北海道函館の南ちゃんですよ。あの男がね、今年のね、2023年の年末スペシャルの追加配信としてね、このチャンネルに帰ってきますよ。今回はですね、ある動画の記念すべき節目の記録がこのチャンネルで生まれたので、それでこの企画を持ってきました。その YouTube とは5年前の2018年にこちらすぐ後ろに見えます横浜中華街の通路祭館で、あのラーメン5人同時修行した北海道函館のあの南ちゃんのね、あの投稿動画がなんと視聴回数10万回を突破しました。っていうかこれまだ8ヶ月ぐらい前なので、まあ、その8ヶ月後にこの動画が配信される頃には、まあ、もしかしたら10万回突破してるかもしれないし、まあ、してないかもしれないですけど、でもいずれにしろこのままの調子でいくともう10万回は間違いなく到達するので、その10万回を記念して今回はこの年末ジャンボビッグ企画に再びみなみちゃんを本来サブチャンネルに投稿する予定だったはずの動画を急遽こちらのメインチャンネルに投稿し皆様にお届けすることとなりました。いや、私プロレス王子光本が配信するプリンス光本チャンネルというこのね YouTube チャンネルもね、唯一ねその過去のね今までのねこれまでの投稿した配信したね動画の中で初めて10万回というね視聴回数をね達成するね、まあ、この記念のねこの企画のこの配信ということで、皆さん2024年に向けてこれね本当に2023年はねこの動画で終えて素晴らしい2024年に会いたいと思います。私東京から来た三本と申しまして、はい、昔ここがなんか黒木亭っていう中華料理屋さんだって聞いたことあります？うん、こっちにあります。あ、隣にあったんですね、うん、行ったことあります？あります。僕あれ昔あのミノモンタさん司会の愛の貧乏脱出大作戦テレビでやったじゃないですか、はいはい、やりましたね、はい、僕あの番組見てた人なんですよ、中学生の頃に。もうなくなりました。そう、僕中学生の時見てて、はい、食べに来たんだけどなくて。ないです。で近所の人にちょっと聞いたんですけど、あ、ここだったみたいなことを聞いて。そうです、ここの途中、この半分向こうがそうだった。あ、今そのあたりが。そうです。食べたことありますよね。ありましたかね。あの、はいはい、番組で修行した担々麺ですか、食べたの。あれ担々麺修行したんですよ。どうだったかな、覚えてない。だいぶ前ですよね。20年ぐらい前ですよ。いや、もっと前。いや、20年前ですね。20年前、はい、全然覚えてない。多分20年か21年かそのぐらい前ですね。今日それ28日ですか。はい、食べに来たんですよ。あ、ない、もうないですね。99年の5月10日に放送されてます。だから21年前ですね。あったと思います。え、ちなみにその店主さんって今どうしてるかとかわかんないですか？え、じゃあ食べたことあるなら味とか記憶ないですか？もうちょっと先に言うたい方のあります。言うたい人いて、次の年に半分に見せたい方。そうだ、半分こっちが通過する。こっちが布やったら傷やったら半分にします、ね、そのところで、リズナーと公開してくれへんから。え、ここの楽器屋さんはどのぐらいなんですか？うち40年です。40年じゃあもうそこのちょうどそのスペースを貸してたわけですか？いや、宇治はあのここも宇治の楽器屋さんはちょっと。あの、なんかお客さんとか知り合いとかでちょっとあの人知ってる人がいないですかね、話聞きたいですよね。せっかくやっぱ東京から来てるんで。全然知らない。もうだいぶ昔なんで、うちも全然関係ないとか。もうあのここのオーナーさんに聞いた。オーナーさんどこにいるんですか？ここの4階に空いてれば。はい、わかりました。ちょっとわからない、わかりました、ごめんなさい。
さあ視聴者の皆さん、大阪の黒木亭本当に残念でしたね。特にリクエストをいただいた今回の企画でもあったので、どうしても発見したかったですし、期待に応えられなかったのが非常に残念です。なのでここは視聴者の方に情報提供の依頼の方求めます。あの黒木亭の黒木健一さんの友人知人身内ご家族、昔からのねお知り合いの方など、黒木健一さんの2023年現在を知っている方いましたら、コメント欄に書いて現状を教えてください。あの2020年2月の大阪を最後に、もう4年近く行っていませんがね、大阪には。また情報が分かり次第、東京から大阪の方に撮影に向かいますので、どうか今はね、その視聴者の方のそのお力が必要になっておりますので、どうか知っている方いましたら、その黒木健一さんのね、あの黒木亭の最新情報をお願いいたします。はあ、残念でしたね。21年後なかったですね。あのご主人ね、夫婦でお店をね切り盛りしていたと思ったんですけどもね。で、まあなんかその一部の噂では結構評判が良くて、相棒フレークでは惜しまれつつも閉店されたって、結構担々麺の評判が良くてね、惜しまれつつ閉店して、なんか鶏そばでなんか再ブレイクした話も書いてあったんですけれども、近所の人からの評判だとちょっと違いますよね。あの辺もだいぶ変わったらしくて、あの辺でもう40何年やってる、今現在2020年の2月現在一番古いあのお店があって、そこで聞いた奥さんの話だと、だから番組放送してからすぐ閉めちゃったという、ね、感じで聞きましたし、で何よりまあもちろん女性の方だったんで、担々麺は辛かったから、ちょっとあんま辛いものを食べずに餃子とかそういったものを食べてたんだけど、餃子は美味しかった。ところが問題があった。それは何かといったら、餃子は手作りではなくて市販のものを買って提供していたことがちょっと問題だったって、っていう風に言ってましたよね。で、楽器屋さんも言ってましたよね。今楽器屋さんになってるんですよ、跡地が。でもその楽器屋さんも言ってましたよね。いや、さすがにもう覚えていないけれども、でも4階が大家なんで、やってれば4階の大家を訪ねれば分かるんじゃないかと言って、まあ4階の大家訪ねたんですけど、残念ながら大家さん空いてなかったですね。まあでも、まあ話戻って言えば、その一番古い40年やっているお店の、ね、奥さんから聞いた話だと、今は奥さんもやっぱ違う人から聞いた話だと、お店を辞めてちゃんと勤めには出てるみたいですね。まあだからその辺まあ聞けて、まあ安心っていうか、でもなかったのはちょっと悔しいかな。なんか評判が良かったって聞いたしね。まあ担々麺も評判が多分良かったんだと思います。でプラス近所の人からは、餃子もまあ市販のものだったといい、美味しかったっていう風にね、あの奥さんも言ってましたもんね。まあそれ以上のまあ情報は、多分ここが一番古いって言ってたんでね、あの奥さんがね。それ以上の情報はもう今現在つかめないので、なので時間があるとき、また愛知県の豊橋のあの達人のお店、番組当時はね豊橋で行列ができるお店でしたね、あちらに行って、ちょっとあの当時のね、当時の状況を、また時間があったときに、いつになるか分かんないけど、豊橋まで足を運んでいきたいと思っております。以上、黒木亭の21年後、その後のその後の情報でした。そして次回は、さあそれでは次はね、再び愛知県の豊橋市に戻って、その黒木亭の達人である宝潤の現状に迫ります。宝潤もね、なんかね、まあもう現状は聞いておりますけれども、でもあの豊橋は先日ポンヌフのあの尾崎輝久さんのね、奇跡の登場を果たすことができたので、お次の豊橋の宝潤でも再び奇跡を起こしたいと思っております。そう思って、あの時ねポンヌフの後に宝潤の現状も全力で探しました。果たしてその奇跡は起きたのだろうか。
え、芳純さんは行ったことないって言うんだよね。あ、ラーメン屋さんですね、はい、もう行ってこないね。今もだからもうそこもね、閉めてももう10年ぐらいになると思うんですよ、ね、いや、何年か前ですね、あそこは閉めて、芳純は今違うなんか中華料理屋になってるんじゃないかな。あ、そうなんですか。わかりました。ありがとうございます。え、そこの芳純さんって結構なんか行列並んでて有名な場所だったんですよね。あ、あの、そうそう、出た当時はね。うん。今はそうでもないですか。今はね、だから僕はあんまり通らんもんだよ、あれだけど。え、あの、ポンデフさんからはそんな近くはないですか。あ、近いっちゃ近いですよ。ああ、そうなんですか。うん。あの、郊外じゃなくて、まあ、市内っちゃ市内ですからね。藤本さんがめちゃくちゃ詳しかったよね。こっからでも20分ぐらいかな。なんかあの、自分の知ってる人でやっぱり愛の貧乏のあれで、あの、好きな人で、うん、やっぱり三重県で一人いますけどね、うん、その方で、その人はなんか違う名前ですね。ああ。ちょっとお勤め、うん、どこやったっけ。結構大手な感じで、なんか大手で、それで独身の方で、なんかあの単身赴任でこっちにもなんか縛る、うん、そう、ほんでそういうのを楽しみに来てくださってて、なんかよく本当にどこどこ、この間行ってきましたとか、どこ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 行ってきてとかって、すごい近況報告してくれて、頑張ってくださいとかって帰りすんのも、年賀状もいつもいただいてからに、閉店してしまった芳純の藤田実達人を追ってきました。果たしてポンヌフに続くもう一つの豊橋のね、その出演店である芳純でも奇跡の登場というね、あの藤田達人の奇跡の登場をさせることができたのでしょうか。皆さん、豊橋のポンヌフの奇跡に続き、芳純の奇跡に向かって次回のその後の芳純もお楽しみに。